はい、日付が変わりました。本日3月23日になりました。岡崎の主と言います。さあ本日追加、まあ先にオカルト引き準備しとこうオカルト引きを、はい、でお知らせ見ていこう。お知らせ、追加キャラということで、ウィッチ追加、超出現率アップ、はい、デカプニーを作り、4つ作り周囲消すね。デカプニーを4つ作り周囲消す。自身のデカプニーが降ってくる。そしてスキル2がありますね。自身のデカプニーを消すと自分以外に妖怪の技ゲージが溜まる。何これめっちゃ強っ。何これめっちゃ強っ。強い強いよ強いよ。そしてウォッチの能力、おはじきバトルでサタンに与えるダメージアップ、マスクのサタンでパズルで与えるダメージアップ&受けるダメージダウン、特攻特攻ガチ特攻、そして 1.2% という感じですね。さあじゃあ特攻は活躍度はどれぐらいなのか。今回の追加キャラ強いね。さあ活躍度大、おはじき活躍度大でございます。ダメージ出るぞこれは。さあそしてサタンの方にはダメージ大強いぞ。そしてダメージダウン中、強いぞ。今回のウィッチゲットするだけでもう勝てますね。全部に勝てる、全部に勝てるわ。さあそしてミッションの方が追加で、どんなミッションなのか。マスクドサタンのステージ、ウィッチの必殺技でとどめとなっております。まあこれはね、アルルを持ってたりとか、シェゾを持ってたりとかで、まあ、いけるメニューかなというふうに思っております。さあ今回のキャラクター、こいつだけで全てが終わる、そんな感じですね。はい、さあそれでは、ガシャの方やっていきたいと思います。10連で出ていいんだよ、お願いします。10連でいいんだよ。やっちったよ。ナイス秘伝書。さあ20連目。さあ金2つ、はい来た。20連よし、オッケー、ナイスでございます。ありがとうございます。20連オカルト引き成功、よし成功でございます。ナイスオカルト引き、ナイスオカルト引き、もう最高かお前、くーくー、ありがとうございます。ありがとうございます。20連でゲットオカルト引き成功、ナイス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 。じゃあちょっと使っていきたいですね。使っていきたい。あーちょっとサタンいなくなっちゃった、サタンいなくなっちゃった、残念。じゃあ裏マップのサタンに対して、サタン、マスクドサタンか、マスクドサタンに対して、ちょっとね使っていけたらなというふうに思っております。ちょっとレベルの方も上げていきたいと思います。少々お待ちください。50までレベルを上げて、技はマックスにしていきたいと思います。あ、技マックスじゃなくてレベルだけ50で、技はちょっと1段階ずつ上げて、ダメージがどれぐらいなのかちょっと確認していこうかなと思います。さあ50レベルまで上げました。技レベル、 G 技、全部1でございます。はい、とりあえずこれで、挑んでみたいと思います。さあ使っていきたいと思います。ダメージ、ダメージ見ていきましょう。1024ダメージがフルで460、フルで460です。そして、ノーマルのまま使ってみます。
まあノーマル技レベル1だと8万。そりゃそうだ、そりゃそうじゃ。カーバンクル技4、技レベル4、25万。じゃあ技レベルをちょっと上げていきたいと思います。どこまで上げようか。一つずつだとあんまり意味がないし、現実的なところで言うとまず3、技レベル3ぐらい。はい、行きたいと思います。カーバンクル使う、あーと29万。29万。5レベルまで、技レベル5まで。そんなに変わんないですね、3、1と3だとね。ダメージが出ないかもしれない。さあ、技レベルは5、G 技1、スキル1でございます。ここぐらいから変わってほしいよね、ダメージとしては。はい、行きたいと思います。技レベル5。29万。だから、あんまり変わらんな。こうなると。7。G 技も3まで上げちゃう。ほぼほぼ、マックス。ほぼほぼマックスでいきます。まあ、ここまで上げるのは相当やり込んでる人ぐらいじゃないとちょっとできないですけど、これでどれぐらい強いのか見ていきたいと思います。その後280連、ウニットピーさん、マジか。さあ、スキル5にしたら落ちてくるの？落ちてくるよ、いっぱい落ちてくるよ。あっという間に技が溜まっちゃったよ。高速周回化できそう。あっという間に技が溜まるよ。あっという間に技が溜まるよ。さあ、技レベル7、G 技3。36万。プニピーさん、マジですか。ゼロエクスクラマチオンマーク。それは、まだ。焼き鮭、マスクドサタンと、サタンどっちの方が周回したら相手、長。これさ、ちょっと待って。リッチ連発できんぞ、これ。上手い人だと。連発しまくりだぞ。ウィッチ強え。単純にウィッチやばいんじゃないですか、これ。ウィッチ連発しちゃうよ、こんなん。技が。さあ、これでさらに強くなる。スキルに解放。自分のデカプニを消すと、自分以外の妖怪の技ゲージがたまる。やばいっすね。デカプニを振らせる。かつデカプニを作ることができる、そんなキャラクターで、そして4サイズ以上。これはこのウィッチは強いですね。今回自身のデカプニ振ってきて4サイズ以上で他のキャラクターの技を貯めて、でなおかつスキルじゃない、必殺技でデカプニを作る。こいつは強いね。なかなかの強さですね、これは。さあ、じゃあ、あとはおはじきの方ちょっとやっていきたいところなんですけど、おはじきのパーティーがちょっと悩みますね。